何がしたかったのかよくわからない、新笠利町、松井塾です。はい、新笠利町っていうのは、まあ、どういうふうな感じになるかっていうことになるんですけど、まあ、新笠利町は13世紀にできた王朝になるんですが、はい、悪名高いアイスラークはですね、元。はい、元の不備来ですね。はい、元の不備来が、まあ、進行するというね、新笠利に要するに、俺のところの、部下になれと。作法をやる。で、まあ、奴隷になれやボケみたいな感じで、まあ、脅しかけてくるということ。が、まあ、新笠利町は、誰がやるかボケ、ほら、ほんたらかかって、今回ボケ、ってことになるんですね。で、まあ、新笠利町が不備来との一騎打ちをするってなったら、日本と同じなんですが、なぜかこの新笠利町が元と戦う前にですね、新笠利町が滅ってしまうというね、まあ、要するに、前の敵を倒そうと思ったら、後ろの味方に刺されるってね、世界史あるあるのケースなんですけど、はい、こういう感じになりますね。日本史の場合はあんまりないです。前の敵と、外国の勢力と戦うときは、まず粛清から入りますから。はい。まず国内のやつの反対派をぶち殺すっていうのをやってから、外の敵と戦うということになるんですが、まあ、それを新笠利町はやらなかったので、まあ、結局その、元が攻めてきました。で、新笠利町の要するに戦いました。になるんですが、そこで元の支配下に入ったって話が終わるんですが、この新笠利町と対立してたところが、最終的にその、元に助けてくださいって言って、助けるだけ、戦わせるだけ戦わしておいて、元疲れきたところで元ぶったたくっていうね。はい。ということになるんで、まあ、この新笠利町は、まあ、短命の王朝ということで終わってしまうということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。